アーロン・ジャッジ PS 成績、直近5年、2020打率1割3分3厘 OPS6 割6分2厘、2021打率2割5分 OPS5 割、2022打率1割3分9厘 OPS4 割9分、2023不出場、2024打率1割5分 OPS6 割5分8厘、米印途中。ああ、もう悲しいけどそういう系の選手なのね、超強化版丸みたいなもんか。これはヤンカスに叩かれてもしゃあない。安定感。ジャッジさあ、なんだいこの数字は。これもう丸やん。これ打者のカーショーじゃん。ベッツもこれだったのに今年割と復活したの謎だわ。丸もこんな感じよな、そりゃ広島からずっと短期決戦勝てないやろって思うわ。ワールドシリーズでの大谷ジャッジいい勝負しすぎやろ、さすが名門の主力対決やな。大谷も良くないって言うけどちゃんと四球選んでるしな。ポストシーズン200打席以上経った選手で打率ワースト2位、三振率ワースト1位という事実。MLB60 ホーマーの姿とは思えなくて悲しいよ。ベッツは今年も最初は全然打ってなかったんだよな。県大会で大暴れして甲子園でやらかしまくって先輩になったやつに、お前は悪くない、って言えるかどうかって話やな。3番で流れぶった切るのも印象最悪やなかの2がつかされたからヤンカスの気持ちがわかるで。ジャッジだけ全く打ってないからガチの先輩やな。ヤンキースファンからなんてやじられてるんやろな。ポストシーズン始まる時に言われてたワールドシリーズに出てくるチーム含めてもパドレスが一番の難敵という評価は完全に正しかったな。大谷と違ってバットにすら当てられないのはちょっとね。黒田、負けた次の日は街を歩けない。マンションから飛び降りた方が楽だと思った。イチロー、NY はちょっと特別な街、圧力が他と違ってすごい。不調入るとどうしようもないな。試合決まった後にホームラン打ちそう。まさかずっと冷えてるとは思わんかった。